皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組アイウェーブ松阪です。さて、住民協議会をはじめ市民活動団体による地域の特性を生かした魅力ある活動を応援する地域の元気応援事業、コンペ方式でアイデアを出し合い、優れた事業提案に対して活動資金を交付しています。現在この活動資金への協賛企業を募集しています。協賛には2つのコースがあります。1つ目は地域づくりスポンサー賞として住民協議会の活動を支援するコースです。協賛金額は1口20万円です。2つ目は市民活動サポート部門として NPO などの市民活動団体の活動を支援するコースです。協賛金額は1口15万円です。採択する事業は来年1月開催予定の公開プレゼンテーション審査で決まります。企業の皆様のご支援をよろしくお願いいたします。それでは今回のラインナップです。新たな松阪市総合計画のキャッチフレーズが決まりました。障害者の雇用就労促進フォーラムが開かれました。今回の暮らしの安全情報は消防のドローン運用をお送りします。旧長谷川次郎兵衛家で開催中の企画展、長谷川家のわびさびをご案内いたします。